アンドリュー・ラックは、アメリカ合衆国、ワシントン DC 出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のインディアナポリス・コルツに所属していた。現役時代のポジションは、クォーターバック。1989年9月19日、ワシントン DC に生まれる。1歳の時に、父親のオリバー・ラックが、ワールドリーグ・オブ・アメリカンフットボールのフランクフルト・ギャラクシーの、ゼネラルマネージャーに就任したため、フランクフルトに一家で引っ越した。その後、父親がワルフの会長に就任したため、一家はロンドンに移り住んだ。ヨーロッパ時代に彼はサッカーに熱中していた。彼が12歳の時に一家はヒューストンに移り住んだ。2005年に父親はメジャーリーグサッカーのヒューストンダイナモの球団社長に就任した。スタンフォード大学時代のラックストラトフォード高校時代から活躍し、大学入学時の高校生 QB 評価で全米4番目の評価を得た。2008年スタンフォード大学に入学した。レッドシャツとして1年を過ごした後、2009年には1年生ながら先発 QB を務めた。スタンフォード大学で1年生 QB が先発するのは、2002年の開幕戦にエース QB が、規律違反で出場停止となったケースを除けば、この年、全米ランキングベスト10のオレゴン大学、USC を破る活躍を見せて、3ボールの出場権を得た。レギュラーシーズン最終戦のノートルダム大学との試合で右手の指を骨折し、手術が必要となったため、3ボールは欠場した。2年生となった2010年シーズンは、バージニア工科大学とのオレンジボールでは 4TD パスを投げて40-12で勝利、スタンフォード大は AP 通信のランキングで4位となった。スタンフォード大としては14年ぶりのボールゲーム勝利に貢献した。12勝1敗の好成績を上げ、自身は3338ヤード、32TD、QB レーティング 170.2 のパス成績を残し、2年生ながら、ハイズマン賞辞典の得票数を得た。この活躍で2011年の NFL ドラフト筆頭候補として挙げられたが、アーリーエントリーはせず、大学に残った。この年挙げた 32TD パスは、それまでジョン・エルウェーラーが作ったスタンフォード大のシーズン TD パス記録27を更新した。3年生となった2011年シーズンには、大学は11勝2敗、自身は、スタンフォード大のタッチダウンパスの記録を塗り替えるなど、3517ヤード、37TD、QB レーティング 169.7 というパス成績を残し、マックスウェル賞とウォルター・キャンプ賞を受賞した。前年同様、ハイズマン賞は次点の得票数を得た。この年、彼は自身の記録を更新する 37TD パスを成功。3シーズンで彼は、エルウェイが持っていた TD パス記録77を更新する 82TD パスを投げた。この年の NFL の一部のファンやメディアにより、翌年ドラフト全体1位指名が有力であるラックをドラフトで指名できるよう応援するチームの敗戦を願うサック・フォー・ラックという標語が散見された。ドラフト前にナイキとのエンドースメント契約を複数年にわたり結び、ペプシコのゲータレード広告にも出演が決定した。アンドリュー・ラック2012初出場したプロボウルでのラックとマニング2012年の NFL ドラフト全体1位指名でインディアナポリス・コルツに指名されて入団した。コルツでは大学時代のウェストコーストオフェンスと異なり、ロングパスをより重視するブルース・アリアンズオフェンスコーディネーターのオフェンスを学ぶこととなった。スタンフォード大学がクォーター制を採用しており、春学期が6月中旬まで続くことから、コルツへの合流は遅れた。シカゴベアーズとの開幕戦では、ドニー・エイブリーへの初 TD を挙げたが、ティム・ジェニングスに2INT されるなど、3INT を喫して敗れた。第3週のジャックソンビル・ジャガーズ戦では17-22で敗れたものの、パス46回中22回成功、313ヤード。2TD を挙げて、週間最優秀新人に選ばれた。第6週のニューヨークジェッツ戦では、パス44回中22回成功、280ヤード、2インターセプトで、チームは9から35と敗れた。第7週のクリーブランド・ブラウンズ戦では2T ディランを上げて17から13と勝利した。第8週のテネシー・タイタンズ戦では、オーバータイムにビッグバラードへの16ヤードの TD パスを決め、第3週、第5週に続き3度目の週間新人 MVP に選ばれた。第9週のマイアミドルフィンズ戦で新人記録を塗り替える433ヤードを投げて、白血病との闘病を続けるチャック・パガーノヘッドコーチが観戦に訪れた試合に勝利した。この試合でダックが着ていたジャージは、プロフットボール殿堂入りすることが決まった。第10週のジャクソンビル・ジャガーズとの試合を前に、他の多くの選手、コーチらと共にパガーノヘッドコーチのサポートを表明するため、頭を反り上げた。ニューイングランド・ペトリオッツ戦では、最初2回の攻撃シリーズを、それぞれ80ヤード以上の TD ドライブとしたが、その後3インターセプトを喫し、チームは24から59で大敗した。第16週のカンザスシティチーフス戦では、シーズン7度目となる第4級カムバックで、前年2勝14敗だったコルツは10勝目を挙げて、コルツはプレーオフ出場を決めた。最終週のヒューストンテキサンズ戦で、パス28回中14回成功、2TD を挙げて勝利、チームは11勝5敗でシーズンを終えた。このシーズン339本のパスを成功させ、ペイトン・マニングの新人記録を更新した。またキャム・ニュートンが前年に作った新人シーズンパス記録4051ヤードを更新する4374ヤードを獲得した。2013年1月4日、ロバート・グリフィン3世、ラッセル・ウィルソン、ダグ・マーティン、アルフレッド・モリスと共に NFL より新人王候補5人のうちの1人に選ばれた。2013年、スタンフォード大学時代に指導を受けたペップ・ハミルトンがコルツのオフェンスコーディネーターに就任した。開幕週のオークランド・レイダース戦では19ヤードの逆転 TD ランを決めて21から17で勝利した。第2週のマイアミドルフィンズ戦は敗れたものの第3週に。第4週のジャクソンビル・ジャガーズ戦では先制点を奪われたものの37点連取で37から3で勝利した。デビューから20戦で14勝6敗の成績を残したが、これはジョン・エルウェイに並ぶドラフト全体1位指名 QB のベスト記録であった。10月6日には開幕から連勝中のシアトルシーホークスを34から28で破った。第6週のサンディエゴチャージャーズ戦では、ボール保持時間でチャージャーズの38分31秒に対してコルツは21分29秒と圧倒され9から19で敗れた。ルーカス・オイルスタジアムにペイトン・マニングを迎えた第7週には開幕から6連勝中だったデンバーブロンコスを相手にパス38回中21回成功、228ヤード、3TD、ランでも 1TD を上げて39から33で勝利し、ブロンコスのレギュラーシーズン連勝記録を17で止めたが、この試合で189試合連続出場中だったエースレシーバーのレジー・ウェインが ACL を断裂し、シーズン絶望となった。バイウィーク明けの第9週のヒューストン・テキサンズ戦では、T.Y. ヒルトンへの 3TD パスを決めて、18点差からの逆転勝利を果たし、キャリア10回目の第4級カムバックを達成した。第14週には AFC 南地区優勝を果たした。第15週のテキサンズ戦では 2TD を挙げて25から3で勝利した。第16週のカンザスシティチーフス戦で241ヤードを投げて最初の2シーズンでのマニングのパス獲得7874ヤードを破る7914ヤードまで記録を伸ばした。さらに、第17週のジャクソンビル・ジャガーズ戦で、キャム・ニュートンが持っていた最初の2シーズンでのパス獲得ヤード NFL 記録7920ヤードを破る8196ヤードまで記録を伸ばした。キャリア初のプレーオフでは AFC 第5シードのチーフスと対戦した。この試合、コルツは後半開始早々インターセプト。28点差からの勝利は NFL のプレーオフ史上2番目の記録であった。翌週のニューイングランドペイトリオッツとのディビジョナルプレーオフでは331ヤードに TD を上げたものの 4INT を喫し22から43で敗れた。1月19日に第48回スーパーボウルに出場するラッセル・ウィルソンの代役として2度目のプロボウル出場が決まり、彼はチームリオン・サンダースにスキルポジションの選手として最初にドラフトされた。クリーブランド・ブラウンズ戦でパスを投げるラック2010。第2週のフィラデルフィア・イーグルス戦で 3TD を挙げたものの敗れて開幕から連敗した。この試合で 3TD を挙げた彼はコルツの TD 記録でジム・ハーボーを抜いて歴代4位となった。第3週のジャガーズ戦ではパス39回中31回成功、370ヤード、4TD を挙げる週間 MVP に選ばれる活躍で44から17と勝利し、連敗を2で止めた。第4週、第5週、第6週の試合でも、それぞれ300ヤード以上を投げて勝利した。第6週終了時点で1987ヤード、17TD を挙げたが、これはそれぞれ NFL トップの成績であった。第7週のシンシナティベンガルズ戦でも300ヤード以上を投げて24から0で勝利し、マニングのチーム記録に並ぶ5試合連続で300ヤード以上のパスを投げた。第9週のニューヨークジャイアンツ戦では、パス46回中25回成功、7試合連続300ヤード超えとなる354ヤード、4TD パスを上げて、自身のシーズンベストとなる 26TD パスまで記録を伸ばした。第8週のピッツバーグスティーラーズ戦は点の取り合いとなり、パス400ヤード、3TD、2INT で、トータルで448ヤード獲得の攻撃を牽引したが、守備陣がベン・ロスリスバーガーに522ヤード、6TD を許すなど崩壊し、34から51で敗れ、連勝が5で止まった。第9週終了時点で、シーズンパス獲得3000ヤード以上を達成した、史上4人目の QB となった。第13週のワシントン・レッドスキンズ戦では、自己ベストの 5TD パスを決めて、49から27で勝利、マニング、ダンマリーノに次いで、プロ入り3年で2度4000ヤード超えを果たした、史上3人目の QB となった。11月、パス1280ヤード、12TD、QB レーティング 112.0 の成績で、自身初の AFC 攻撃部門月間 MVP に、選ばれた。第14週のクリーブランド・ブラウンズ戦では5点リードされた第4球残り3分46秒から90ヤードの TD ドライブを最後はヒルトンへの1ヤードの TD パスで締めくくり25から24で勝利。マニングが持っていた最初の3シーズンでのパス記録を更新した。第15週のテキサンズ戦で勝利し、地区優勝を果たし3年連続プレーオフ出場を決めた。第16週のダラスカウボーイズ戦では、パス22回中15回成功、109ヤード、2INT と、低調な成績で、第3球途中に、ベンチに下がった。第17週にはマニングが持っていた、コルツのシーズンパス獲得ヤード記録を更新した。彼は1シーズンに 40TD 以上を上げた、NFL 史上8人目の QB となった。ベンガルズとのワイルドカードプレーオフでは、パス44回中31回成功、376ヤード、1TD で26から10と勝利した。翌週のブロンコスとのディビジョナルプレーオフでは、パス43回中27回成功、265ヤード、2TD、2INT で24から13と勝利した。ペイトリオッツとの AFC チャンピオンシップゲームでは、パス33回中12回成功、126ヤード、0TD、2INT に終わり7から45と惨敗した。3年連続の出場となったプロボウルでは、チームクリス・カーターの先発 QB を務め、パス10回中9回成功、119ヤード、2TD の成績を残した。怪我のため出場しなかった。レギュラーシーズン全試合に出場して4年ぶりのプレーオフに進出し、カムバック賞を受賞した。日本時間8月25日、度重なる怪我を理由として引退した。アンドリューの父オリバー・ラックも元 NFL の選手であり、ヒューストン・オイラーズに在籍していた。当時オイラーズの先発 QB はアーチー・マニングであり、息子のペイトンともよく食事をしたと語っている。NFL ではそれほど活躍はできず4年で引退。その後 NFL ヨーロッパ会長を務め、メジャーリーグサッカー、ヒューストンダイナモの社長兼 GM に就任し、2006年、2007年とチームを優勝に導く。現在は母校のウェストバージニア大学でアスレティックディレクターとして活動している。ありがとうございます。